竹田実況部長の中尾です。それでは今回も質問に答えていきましょう。この動画への質問は下のコメント欄からお願いします。竹田塾チャンネル。中尾先生、今日誕生日です。祝ってくれたら嬉しいです。おめでとうございます。多分このコメントを取り上げるタイミングでは結構誕生日から遠ざかってしまっているとは思うんですけれども、はい、おめでとうございます。まあね、結構この一問一答企画は割とその、まあ、竹田塾チャンネル自体がそうかなと思うんですけど、だいぶ年齢層が広いですね。でなのでね、まあね、高校生とか浪人生のいわゆる受験生の人たちもいるし、まあ、社会人とか大学生の人もいるみたいなんで、結構いろんな人がいて面白いですね。まあ、他の、ね、方もよし、もしね、誕生日とかあったらね、書いてくれたら、まあ、気づけばちょっと取り上げていきたいと思うので、よろしくお願いします。はい。時代と流れで覚える世界史 B 用語買ったのですが、1週間で完璧にできますか？本当に何もない状態から1週間だと結構きついとは思うけど、まあ、時間のかけ方次第かなっていう感じですかね。まあ、世界史集中的にやれば全然終わらなくはないかなとは思いますし、まあ一通り通しやってる人だったら1週間あれば全然終わりきるんじゃないかなとは思いますね。高1です。2月から入ったら早稲田合格できますか？これは竹田塾に入ったらってことでいいのかな？まあその辺で言っておくと、入ったら受かるわけじゃないですよ。それはもちろん。勉強すれば別に竹田塾に入ろうが入らなかろうが、高1の2月から真面目に勉強できる人だったら全然受かるとは思いますね。で、なので、まずその、ね、2月からっていうより1月からまず勉強を始めてみた方がいいんじゃないかなと思いますね。まあ、文系理系がちょっと書いてないんで分かんないですけど、とりあえず、まあ、文系だったら英語理系だったら数学からでいいと思うんで、勉強の習慣をしっかりつけていく。でその中でもしそのスケジュール立ててほしいなとか、その管理してほしいなってことがあるなら、竹田塾にまあ入塾も検討しつつ、受験相談に一旦行ってみるっていうふうにやって、でそこで気に入ってもらえたら入塾って形でいいんじゃないかなと思います。だからそのまずその竹田塾は特にそうだと思うけど、入ったらなんとかなるっていう感覚っていうよりは、その自分でやんなきゃいけないんだけど、まあそのやりづらい部分とか面倒い部分を塾にサポートしてもらいたいって人が入るにはおすすめなんで、まあそういう意味でちょっとね、一旦自分でやってみて困るところあるかどうか考えて、まあ、その上で検討してくれて入ってくれるといいんじゃないかなと思いますね。理科基礎3個勉強して当日2個選ぶのはなしですか？いや別にやりたきゃやってもいいけど、あんまりメリットないかなとは思いますよ。全部50点取れる実力まで持ってって、48点か50点かで、こう、どれかを選ぶぐらいのことまでやるんだったらいいかもしれないけど、普通は2教科に特化した方が、2科目に特化した方が、点数取りやすいと思うんで、そんなにメリットないんじゃないかなとは正直思いますかね。まあ、これがね、数学の大問選択をやるぐらいだったらまだね、一分野増えるだけだからいいけど、基礎科目ってね、軽いものとはいえ1個丸々を切り替えるのは結構負担大きいんで、あんまおすすめはしないですかね。はい、といった感じですかね。今回は以上です。竹田塾お茶の水本校、はい、合格実績が決まるんですけども、はい、実際受かってるんですか？どうなんですか？実際結構受かってます。はいはい。実際に受かった大学とか学部を一人一人手書きで書いて掲示したものになります。はいはい。私が校舎長として掲げたいテーマとしては、生徒の成績をとことん伸ばす、この一点です。自分の叶えたい夢っていうのが一人一人あると思うので、それを叶えてほしいからです。それでは竹田塾お茶の水本校行ってみましょう。